てるっていう、そういうんじゃないんだ。悟りも迷いも一目で見てる、そこが座禅なんですからね。そういうんで初めて当時ね。でそういうだから、応答は悪答なり、応答善答なり、だから決して善悪って決まったものはないんだ。結局善だ悪だって一応言うけれど、パッと手放した途端にその善も悪も平等のところが、しかあるにあの句をたら三脈三菩提を学するに、門教師修行師消化するに、陰なり恩なり妙なり。このあのくたら三脈三菩提ってのはですね、あのくたら三脈三菩提は文語で、それを訳すると無常消灯消我、漢字に訳すると無常消灯消我って言われてる。ところがこの無常っていうのは、無常はこれあれですね、つまりこの上ないっていうことでしょ。この上ない、この上ないっていうのはどういうのかっていうと、行き着くところへ行き着いた、こういうことね。最も洗練されきって行き着くところへ行き着いた。最も洗練されきったことをね、無常ですね。それから小、こう小っていうのはこれ一持ってとどまるってね、一の字を書いてそしてここへとどまるっていうのを書くからね、一持ってとどまるっていう、それが小の字だ。これは生命の実物のことを言うんだ。まさしく実物のこと。それで唐っていうのは今言うように、これ不に平等だ。書くっていうのはこれ冷める、悟るっていう、まあこの一つずつこうあれしてみると大体わかるでしょ。要するに何か考えればこそね、いろいろには話は分かれてくるのね。例えばこのコップっていうね、これあこれは綺麗だ、綺麗なコップだ、あこれいくらだろうっていうね、まあいろんなこと考えると、いやこれはまあ安物だよ、そういう人もいるわけ。そうするといろいろにこう考えられる。ところが実物はって言ったらもうこれ以外ないんだ。でそういうこの上ないって言ったらこう実物だけが一番大切だもん。でその一持ってとどまる実物ね、それからそういうのはもう平等なんだ、全ての世の中みんな実物なんで、あれがいいこれが悪いっていうんじゃないんだ。そこを覚めるっていうことね。みんなその全てこの世の中実物通りって、それを見失ってるだけだもん。いつも言うようにね、みんな
そういう見失うように育ててんだもん。赤ちゃんがほにゃって生まれる、これ毎度する話ですよ。でも初めての人は初めてだ。その毎度する話だけど、ほにゃって赤ちゃんが生まれる。そうすると赤ちゃんの見てる世界もこの世界なの、我々が見てる世界と同じなの。だけれど赤ちゃんにはまだこれが何として決まってないんだからね。しかし人間的抽象力持ってるから、毎日こうお母さんがそのおっぱい飲ませるために抱いてくれる、そのお母さんの顔とおっぱいとってもね、もうなんか同じようだな、そういう風にだんだんこうまとまってくるじゃない。そこへお母さんがまあ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 っていう言葉を教える。あ、そうすると赤ちゃんはお母さんの顔見て、あ、これがママだなっていうんで、まあまあって言って言葉を覚える。それからこれがパイパイだなって言うんで、パイパイと覚える。そういうふうにしてワンワンニャンニャンっていうのを覚えてくる。でいろいろな言葉を覚え、それからもっと複雑な感情的な言葉も覚え、そして今度そういう言葉っていうのはだから符号だもんね。本当はお母さんの実物はって言ったら、昨日のお母さんと今のお母さんとは違うに決まってんだ。だって昨日のお母さんと今日のお母さんとって、その間に新陳代謝してんだから、でいずれ違ってる実物はね。それからパイパイだってどうせ違ってるんだけれど、それを一つの言葉としてすごく掴むようになってくる。そうやって教え込まれて実物を見失うようにこう育ててるわけです。それじゃあそういうこう言葉を覚えただけはみんなこう剥ぎ取ればいいかっていうと、そうじゃないですかね。この事実、我々人間として生まれている限りはそういう抽象力を持ってこう言葉をまとめ上げるっていうね、こういう力はまた実物なんだから、そこでちょっと話は難しくなるんだよ。だからこう言葉を捨てりゃいいってね、いわく言い難し言葉じゃないって、それだけ言うんだったら何か話は簡単で、お医者さん行ってね注射一本打ってもらうと植物人間になっちゃうんだ。植物人間になったらそれでの、人生の真実ってそんなもんじゃないんだ。それでね、そういうところから言ってもね、ほら人なり恩なり妙なりなんです。つまり人なり恩なり妙なりっていうのは有水だっていうことですね。沢木老師が有水だって言われたけど、本当に有水な、仏教の話は有水な、そう簡単にその言葉さえ取り揃えいいなんて、そんな簡単じゃない。じゃあ言葉はって言ったら、言葉はどうせ偽物なんだ、符号なんだ。で本当の生命の実物っていうのはそう簡単にこれって言えないんですね。有水だ。でそこのところをなんとかそのどうして有水かっていうのは、私がそのだから一生懸命問題にしてもう温めてきたんだけど、この頃だんだんもうどう言ってきたね。どうして有水、どういうところが有水なのかっていうのね、言葉でだんだんこう言いやすくなってきた。これはどういうのか、の要するにね、その我々生命の実物って、我々生きてるっていう限りは一つこうまあ一として個体として一応まとまってるっていう限りね、これも一と数学的一にすれば、これはイクオール1分の1で、これは2分の2で、で
これがオール分のオールなんですね。この話も毎度なんだ。俺が大変わかんない。オール分のオールっていうね、それが一体どういうことかってなかなか分かっていない。この結局俺っていうものはね、私がこうして生きてるっていうことは、全てのすべてだということね。あえてあるもん、私の生きてるっていうことが。これを人一切自己っていう。人、これその次に出てくるけど、人知人解人知人望って出てくるでしょ。この道元禅師が人っていう言葉を使うとき、それなの。一切分の一切で、あらゆるもの、この世界ぐるみとして私は生きてる。そして私はね、この世界ぐるみとして死んでいく。それ普通はそうじゃないね。こういう社会の中に生まれてきて、でこういう死ぬ時はこういう社会から退場することだと思ってる。そういうのはオール分の1として生きてるんだ。要するにこういう世界の中に一個人として、だから選挙なんかそうだ、一票清き一票って言ったって一票じゃない。選挙、私はあんまり選挙好かないけど、行ったことはないけど、というのはオール分の1っていうのは私には抵抗感じる。そんなバカなことできる。私が、いや地方選挙となるとうるさくてね、玄宅にいた時も近所のお百姓の人がぜひあの人を入れてくれってやってきたのね。だから俺が入れたらあの人出るのか、俺が入れなかったらあの人落っこちんのかって言ったらね、いやそんなことは分からない、そんなね分からないようなことは俺やだってで言ったけどね、本当だね、あんなオール分の1として行動するっていうのは私には自尊心が許さないで、このみんな生きてるのはオール分の1ですよ。でこのオール分の1として生きてる限りは、だからみんなと一緒って言うんでね、みんなと一緒で安心してられるって言ってね、あなたみたいにみんなと関係のないことはもうとっても怖くてできないって、そういう人がこの間言ってたけど、そういう人もいるわけだけどね、そういうのを大衆って言うんだね。みんなこう、単なるオール分の1でいる。そのオール分の1がみんなからこう、みんながそっぽ向いたような気分になると、あ孤独だって言ってね、寂しがるね。こんなこと分かりきってんじゃない、みんなあんた、どうせ俺は俺を生きるよ、しょうがない、自己を生きるものは自己なんだ、オール分のオールとしてね、オール分のオールという限りはあんた孤独なんていうことはないんだ、完結してる、どっちへどう転んでも俺なんだってんでね、俺もう安心しきってるところがあるよ。そして何失敗したら失敗したところで俺なんだ、地獄へ落っこったら地獄へ落っこったところで俺なんだ、でもうどっちにしても俺は俺を生きる俺かしょうがないって、もうこれは絶対真実だもんね。それだけがこのオール分のオールで生きてるっていうことが、腹へ座らないっていうところがつまらない残念っていうのはあるんですよ。このオール分のオールでところへ座るわけで、このオール分のオールである限り、このどっちどう転んでもいいんだね。であれでもこれでも俺なんだから、
心がこのオール分の1としてはいつでもあれかこれかってね選択して生きていかなきゃ。自動車運転するんでもそのどっちこう行くかっていうね、そういういつでも分別選択しながら生きているわけです。このでこの我々はねこのオール分の1であると同時にオール分のオールなんだから、これ両方なんですよ。オール分のオールなんだからもうどうあってもいいんだ、その味噌汁の代わりにクソ汁で結構だってそんなことは困るんだ。味噌とクソとってねやっぱりね粘り方も色のあれもよく似てるけれどでもクソ汁じゃ困る、やっぱり味噌汁じゃん。でそのやっぱりいいと悪いとっていうのもそう、どっちへどう転んでも自己切りの自己として完結してこれ絶対安心、絶対的な安らいだ。しかしながらその中に刻々にそのいや道歩いててでどうせ転ぶならその車の来ない方へ転ばなきゃいけないもんね、の車の来る方へ転んじゃったら命なくなっちゃう。それでその点ね、どうこの我々生きてるのは生命の実物としてはオール分のオールで生きてる。しかしながら同時にまたオール分の一として刻々にどっちの方を行動するかっていうのをやっていくの選んで選択しながら生きていかなきゃ。そこをどうするか、それを普通は俺の頭でもって考えながらそのどうしたらいいかって言って一生懸命悩んでやってたね。だけどね、頭で考えて生きるのは中途半端だ。結局は俺の頭ってやつはね、どうせ俺の頭はもうそう絶対的じゃないんだ。本当に行き着くところへ行き着いたこの無常ね、行き着くところへ行き着いた選択の仕方って言ったらば、このあれもこれも生命の実物なんだね。このオール分のオール、あれもこれも生命の実物なんだ。そういう生命の実物はね、そうちゃんとこうあれだ、引力持ってると思うんだね。この引力、その引力のまんまに惹かれることが大切だ。オール分のオールっていうのは一つのこの一つの引力持ってる。地球でもですね、こう地球があると、地球のところにこれだけの物質があるためにギュッとこう締まってるところがあるわけだよね。力こっちの方が働いてる。そこへこのオール分の1っていうのはここだ。そうすると結局このところに地球上に立ってられる、座ってられるっていうのはこれオール分のオールの力に惹かれてるわけだ。それと同じようにね、いやそれでもこれ地球の引力に惹かれていながらでもちゃんとこうやって飛び上がることできるんだね。こうやって飛び上がることもできる。しかしながら宙に浮いちゃ困る。ちゃんとこので今我々の場合でもですね、オール分のオールとしての生命の実物に惹かれているっていうことがこれ頂上っていうこと、住み清くなる地上五位っていうのはそこだ。そのオール分の一としての、いやだからもう一遍よく言いますとね、私はオール分のオールの生命の実物生きてんですよ。だけれど実際に生きてんのはこのちっちゃな個体としてオール分の1だ。このオール分の1である限りこいつでも何かをあれかこれかあれかこれかって選択しながら生きてんのね。その選択は
このいつでもオール分のオールへ向かってるってことだ。これが頂上ってね。でそれを真とは頂上なりってね、仏教の真ずるっていう言葉の言葉はこれの意味はこの頂上ってことなんですね。要するに仏様に惹かれてるっていうのはそういうことだ。生命の実物に惹かれてる、そういう惹かれる選択をするっていうことがこの自浄五位だ。自らその湯を起用するっていうのはそういうことね。つまり天地いっぱい不生不滅不空不浄不増不減ってね、出入りなしのところにあれかこれか価値判断の選択の方向が必ずないわけじゃない。それでそれが諸悪マックス修善奉行どっちか。だからこれ今今の話で言うとあれだけど、例えば真宗のあれで言えばこれオール分のオールっていうのが阿弥陀さんだそしてこの私っていうのはこのオール分の一だ。で私の中に阿弥陀さんが生きてる、で阿弥陀さんの中に私が生きてる、これもそれでこれはオール分のオールとオール分の1と別物じゃないもん。阿弥陀さんと私とって別物じゃないもん。それでいつも私が生きてる場合阿弥陀さんを方向にして生きてるって、これが真ちょっとね信じてる生阿弥陀仏それでだからそういう真のところにおのずからあれですね、諸悪魔草修善奉行ってこともある。どっちの方がいいかどっちの方が悪いかっていうね。だからこれその点ね、の話が優秀になってくる。人なり恩なり妙なり、人なり恩なり妙なり優秀な話ね、私もだんだんこう言葉で言い慣れてきたここに来てられる方もだんだん聞き慣れてきたんじゃないかと思うけど、同じことを言われてるんだからね。でもこれは本当に同じことを言ってみ、それで聞いてみってして、やってる間にね、本当にその優秀なところがだんだんお互いはっきりしていくんじゃないかと思うんですね。でこの無常菩提を枠中知識して聞き、枠中共感して聞く、これだからこういう人なり女なり妙なり優秀な話をですね、その、知識からも聞き、それから共感からも聞いて、それで初めは諸悪マクサと聞こゆるなり。で初めからね、不生不滅不空不浄不増不減一切空なんだから悪いことを何もしたって構わない、そんな生意気なこと言っちゃいけないんだね。それでそれを悪いことはしてはならないとこう聞かなきゃ、諸悪魔苦さって悪いことをなすことなかれとかね。で諸悪魔苦さと聞こえざるは仏称号にあらず魔説なるべし。いやいいことを別にする必要はない、悪いことしたって構わないって、そんな生意気なことを言っちゃいけない、そういうことをもし言うようなら魔説だ。知るべし諸悪魔苦さと聞こえる、これ仏称号なり、この諸悪作ること流れという
門府の初めて図を指して格のごとく荒らしむるに荒らす。菩提の説となれるを門教し、門教するに鹿のごとく聞こえるなり。決してね、だから諸悪作ることなかれっていうのは、門府がね、好き勝手に作りごとし、妄想して言ってる言葉じゃないってこと。これ諸悪魔草っていうのは、この我々の思惑とは関係、変わりのない思惑以上の大自然的出来事、絶対事実なんですね。大自然的な絶対事実、絶対法則として諸悪は作ってはならないと、こういうことなんで、菩提の説となれるを問教するに鹿のごとく聞こえるないと。菩提っていうのは今言ったこの無常小等小学のことをね、あの草ら三百三菩提っていうの、それを初にして菩提っていうんだから、菩提の説となれるを問教するに、だから行き着くところに行き着いた生命の実物の悟りをですね、それをこの説となれるを問教するにってのは、そういう生命の実物に覚めた生き方を言い表した、これが説だ、説となれるなったものをこれを教えとして聞くっていうのが問教ですね。だから本当に 生命の実物っていう、それを教えとして聞いた、それが鹿のごとく聞こえるないと、この諸悪作ること流れて聞こえるんだ。鹿のごとく聞こえるは無常菩提の言葉にてある道弱なり、そういうふうに諸々の悪を作ること流れて聞こえるのは、無常菩提を言い表した言葉を、その言葉にあってある道弱なりというのは決まった言い方だってことです。この道弱っていうね、まあ道元禅師、変なところに道っていうのは言うけれど、この道っていうの道っていうのは妙なもんだね。このなんていうことなしにこう、まあ、荒れたところがあるね。そこへ人一人が通っていく。そうすると、その次に通る人もなんとなしにその後を行った方が通りやすいからね。それでそのところまた通ってきた。そうすると、またその次の人もいよいよ通りやすくなるからそこ通ってくる。そのうちには道ができちゃう。で、道っていうものはそんなもんだ。で、決まった、道ですね。で、まあ言い方っていうんでもそうだ、一人が言い始めるとなんとなしにそれ言い始める。だからね、この言い方っていうのが できてくるのね。これ今、なんていうかな、この仏教の場合でもそうなんだ。昔から坊さんがいろんなことを言ってきて、一人が言い始めるとなんとなしにそういうのができちゃって、それで本当にそれが本当の道としなきゃなんない道かっていうと、そうだ、決まってないんだ。それで老子が言うように、道の道とすべきは道にあらずっていう言葉も出てくるわけだしね。で、すでに菩提もなりと真実生命に覚めたところの言葉だ、菩提は。家に五菩提なりと。だからその言葉そのものがこの真実生命に覚めたこと。無常菩提の節弱となりて悶弱せらるに転ぜられて、諸悪魔草と願い諸悪魔草と行いもていく。だから無常菩提の説、まあ、これ
その道元禅師のこういう表現はなかなか厄介だけどね、まあいちいち言うなら真の無常の大っていうのはだから真実生命でしょ。それをね、節弱っていうのは言葉で言い表したの。それを悶弱っていうのは聞いてる。で転ぜられてっていうのは転がされてだつまり随順して、そして諸悪末さと願い、諸悪末さと行いもていく。それからがまた面白いこのあれの言葉だね。諸悪すでに作られずなりゆくところに修行力たちまち現状する。この現状は人知人海人事人望を量として現状するなり、その量は末さを量とせり。この言葉なんとなくこれ読んだだけでも気持ちのいい言葉になる、スッとするようなね。私はね、毎日その今散歩に毎日宇治川べりを歩いてるっていう話はもうここで何遍もしてるけど、その大空見ながら歩いてて、そして時々詩みたいなものを作る。これも皆さんその何遍も聞かされてるわけだけど、今度こんなの作るんだね。広い大空ってね、苦しみ悲しみ腹立ち全てそのままにして、私は大空を振り仰ぐ。広い広い大空、この大空のもと働く人あり、借金で逃げ回る人あり、スポーツする人あり、今息を引き取ってゆく人あり、そうした人間社会を取り囲んで緑の山があり、乾いた砂漠あり、洋々たる大海あり、またそれぞれのところに住む限りない動植物たちのさまざまな営みもあり、大空はそれらすべてを見下ろしている。広い広い大空、私はこの虚空の中に一味人となって舞い上がっていくという詩なんだけどね。これはね、もうまあ私にとってこの大空を仰いで歩くっていうのは一つね、今私の、修行道場なんだね。でこれ本当は私向かっ腹たちだもんね。すぐにとカッと来て喧嘩始めようって。ところがその時だね、こうほっとこう大空仰い、大空をふっと仰いで喧嘩やめてのまあその時なら、そういう風な修行力たちまちに現状する結局ね。それがそんな喧嘩の最中、何って言った時をふっと仰いで大空をふっと仰いで喧嘩やめて、そんなねバカなことできるかっていうようなら、修行力たちまち現状しなかったその点ね、修行力っていうのは決して既製品としてはないんです。普通は修行した挙句に修行力がついてきたとかね、そんなぐらいに思って、そんなものはね、そんな既製品はダメなの。私がいつも言うように、悟りっていうんでもそんなね、悟りの既製品はない。悟りってやつは足が速いやつでね、今朝あれしたんだけど、もうあれもうこれ捨てようかしょうがない、冷蔵庫入れといたんだからってそんなもん。悟りなんていうのはもう、朝悟ったって言ったってもう昼には食えないでそうじゃない。大切なのは修行力の千万発だ。その
時その時修行するよ箇所も。それで悟りっていうのは何かっていうと、悟りとは修行なんだって悟る。悟りとは修行なんだって悟るっていうところに落ち着くんだ。で、その怠惰は許されない。で、今諸悪すでに作られずなりゆくところに修行力たちまち現状すっていう。これはその現状、この現状は人知人解人知人望を量として現状するタイプだ。だからね、大空を降って歩いて、そのそれで喧嘩やめるとかなきゃ、あるいは俺、まあ、あの 若い男女っていうのね、その例えば二人きりになったっていうと、ここでなんとか何事かが起こらればならんとこう思うもんね。そうだからカッカしてくるじゃない。それでなんとかこう、あの隙を見てっていうような気分がある。ところが本当は何、その、男と女とってこう同じ部屋にいたからって何事か起こらなければならないって考えなくていいんだ。の大空を降って仰いで、そのまあやめられるんだ。このところはだから修行に切ってる妙なもん。そこがそのとそのマキサーはあのこの現状は人知人外人知人望を量として現状するなんて、これ天地いっぱいのところで初めてその修行力が現状するんですね。で、結局これをこの修行を千万発するわけしかないんだ。で、千万発ってこれ千万発できない時もあるんだ。あったらあったでいいんだ。そしたらその次の瞬間千万発するんだ。またあの、あ失敗した、やっぱり私はダメだって考えなくていいんだ。それさえも手放してる。俺はダメだってね、どうしても修行しても、あの俺はちっとも、ダメな男だって言って、それをでこう握っちゃうからダメだ。そうじゃない、それも手放すっていうのが修行なんだからね。その次の瞬間手放してる。少なくとも、過去のことはもう終わったんだから、で未来のことってのは方向なんだ。で今ただその方向に向かって両領としてやろうっていうだけの、その身構えです。それだけがその大切なんですね。でその領はマキサを領とせるって、これがまたあれなんで、そのマキサっていうのは結局すること流れの話じゃないんだね。すべて善と悪とってそう決まったことがないんだ。無償なんだ。全くさっき言った無償ですね。無償をという善、これはもうね、善と言っても決まったものがない、悪と言っても決まったものがない。で無償ということが絶対事実なんだから、その絶対事実を絶対事実として随順する、これがマクサの量です。あるいはマクサっていうのは無償を深さしてるね。無償っていうのは何もこのコロッとした梅干しの種みたいに、これが悪い、これが善、これが悪っていう、そんなものは決まっていないっていう、そういう無償を深さとしているものがマクサだ。で面山
瑞鳳面山という人ね、これ偉い宗門の盆さんですがね、面山様の自由三昧というあの本がある。その中にねこういう言葉が書いてある。ただ悪も法要のごとくにて、法要っていうのは阿波寛永、悪も法要、これ法要って読むね、阿波寛永のごとくにて資料分別の及ばぬものと照らして嫌うべきようなきなき。あらね、悪って言ったって別にね、どうせ阿波寛永のような、それでこの頭の問題じゃないんだ、資料分別の及ばないところのもんだ。そして別にそう嫌うべき用はない、嫌わなくてもいいんだ、嫌うべき用はなし、嫌うべき用だになし、好むべき用はいよいよあるべから。嫌う必要ないんだからな、いよいよね、この好んじゃ、好むべきもんじゃない、これをマクサとは言わない。それから善も無限のごとくにしてだ、無限ってのは夢幻です。善も無限のごとくにてにして、資料分別の及ばぬものと照らして好み修すべからず、善長のどうしてもやらなきゃなんないってね、そんなもんじゃない、好みだにせず、まして嫌うべきようはなきなり、これを奉行と言うなりっていう言葉が出てくるのね。この辺がまあ諸悪魔鬼さんのね、面山さんらしいまとめ方だと思うね。それでそれさっきも言ったように、善をしろ、悪はしちゃいけないって言ってね、悪は責め立て、それから善をすると誇るって、それじゃあ善をし悪をしない方のはかえって悪い、そうじゃない、善も悪もどうせ無限法要のようなもんだ、無償なんだ、でそういう無償なものだっていうことをよく、その無償っていうことの深さを今ここでやるっていう、それがマクサだ。それでね、この大乗仏教っていうのはその点ね、素晴らしいもんですよ。この今言うようにそのパッと、それで世界変わるんだからね、早い話が、そのさっき言ったよね、修行力たちまち現状するなんだからね、一生小南仏海上仏道っていう言葉が法華経に出てるけれど、これなんかもね、その一旦南仏を唱えただけで世界がひっくり返っちゃう、そしてもう皆すでに仏道を成ずるんだ、もう生きるその時その時の瞬間の態度で仏道を成ずるんですね。だから今、この諸悪魔鬼修善奉行っていうんでも
善と悪とっていうのは あるもんと思って嫌い好みっていう、それじゃダメだ。そうじゃない、その好むべき用はなし、言わんや悪を悪っていうのはね、その嫌うべき用はなし、だからいよいよ好み修すべからずってね、そういうところで、ただ今こう何にもない無償ですね、この無償を今こうやるっていうだけで、その全ての世界が変わるんで、仏道を成ずるんですね。今一生南無仏海以上仏道っていうのもそうだ。それから、まあ、観音経でもね、一番初めに脈無量百千万の不修行重症空の門税関税温防災一心証明即時観音恩情開徳芸達っていうね、この南無観世音菩薩って唱えたら、そしたら観音様はその音を聞いて全てあらゆる苦悩を下脱させるって言葉出てくる。パッとこうされて、その瞬間に変わる。この大乗仏教っていうのはそういうもん。今我々の座禅もそう、法経記にね、その三禅は信心脱落ない。じゃあ信心脱落とは何かっていう、信心脱落とは座禅ないって、それだけど、これが今宗門の坊さんたち信心脱落っていうのはなんだか特別の悟りのようにね思って、そしてなんだかんだって言うけれど、俺法経記見たらいいんだ法経記にちゃんと書いてある。三禅は信心脱落、信心脱落とは今座禅、座禅したらもう信心脱落、座禅が信心脱落なんですね。そういう座禅しなきゃ、それをね座禅して何とか悟ろうって、それじゃあ信心脱落の座禅じゃない、一切手放しって、それを狙って座るっていうだけ、手放した途端にもう信心脱落だ。そこでそれと同じことね、今の諸悪すでに作られず成りゆくところに修行力たちまち現状、これで何も作らなきゃな、諸悪を犯しちゃならない、なんとか悪いことをしまいとこう一生懸命やるんじゃないんだ。とにかく諸悪作られず成りゆくところじゃなくちゃいけない。それはっていうのは手放しすれば、手放しすれば落っこちんだから、信心脱落なんだから、さっきも言ったように、あれですね、若い男女が、一つの部屋にいて何とかしなきゃな責任感じちゃうんだからね、やんなっちゃう、その責任を手放しすればそれすら何ともない。でそういうのだから、大空をふっと仰いで喧嘩やめっていうのは、ね、私うまいと思うよそれでね、何かにつけて大空をふっと仰ごうと思ってんだね。これもだから既成品じゃない、今その底でほっとこう仰ぐ、そうすれば修行力たちまち現状するそして天それこそ人知人海人事人望を了として現状するんだ、天地いっぱいのところね。いや大空からこう見てみたら、それどうせ我々ね便所のクソ虫がうごめいてるよりはもっとつまんないことだ。いやこの頃大空見てると、大空にいろんなもん飛んでんですね、飛行機もジェット機もうんと飛んでるけど、ジェット機ってのは大きいんだろうが、あん中にあれだけのちっちゃく見えてるね、あん中に100
100人以上も人が乗ってんのかなって、そうしたらあそこの人間はちっちゃいんだなと思って見てんだね。ほっと向こうから見てんのもっとちっちゃく見えちゃう。要するにはあの飛行機の高さから 見直してみてもちっちゃいんだ。どうせね我々のやってることあの、どうでもいい。さっき言ったようにどうせ死ぬ人間が、どうせ死ぬ人間を邪険にして、これがつまんないもん。どうせ死んでくんだからどうでもいいっていうとこから見直して、そしてあんまり邪険なことはしない。要するに鎧に入ったらこの鎧でね、お互いにもう寿命短いんだからかばえ合いね、それで大事にしあの助け合おうって、そういう気分もしたいと思うんだね。それで私そういう文章この前も書いたんだけど、これから老人が増えるんだから老人パワーで、それでそのちっとでもね、もう養老院でそのみんなをかわい合うような気持ちで、これから老人パワーを結集しようって言って、なかなか元気ないこと書いたんだけど、ちっとも反響ないね。まあ今日はここまでで。Oh, my God.